こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。ロギの特別なお客さん。ちびっこバスたちが運行を終えて帰ってきました。ただいま。みんな。ロギ早く帰ってたんだね。うん。みんなに見せたいものがあるんだ。ついてきて。何を？じゃあ期待して。じゃじゃーん。どう？かっこいいだろ？今まで僕が集めてきたものなんだ。こんなゴミどこで拾ってきたの？汚いわよ。ゴミじゃないよ。集めるのどれだけ苦労したと思ってるんだ。ちょっと待ってて。これ見てよ、すごく綺麗じゃない？なに？これ特別に僕からのプレゼント。臭い。あっちに持って行って。気に入らない？あー、だったらこんなのもあるよ。どう？かっこいいでしょ。もういいよ、片付けて。こんなガラクタなんで集めてるの？え？私匂いがひどくてもうここにいたくない。行こう。へっ。二人とも。なんでだろう。翌日、運行を終えたロギが車庫に帰るところです。みんなひどいよ。僕が一生懸命集めたものなのに。わあ、かっこいい。こんな車初めて見た。わお、君すっごくかっこいいね。俺に話しかけてんのか？君名前は？俺は風に乗って雲のように世界中を旅するキャンピングカーのウェンティさ。ああ、キャンピングカーなんだ、すごい。僕はロギって言うんだ。かっこいい名前だな。本当？ああ。ところでウィンディ、あの後ろにぶら下がってるのって何？ああ、世界の隅々まで旅して集めた記念品さ。ああ、実はウィンディほどじゃないけど、僕の車庫にもたくさんかっこいいものがあるんだ。そうなのか？それは気になるな。バスの車庫に遊びに来てよ。本当か？ちょうど今日泊まるところを探していたところなんだ。よかった。じゃあ早く行こう。いいね。お疲れ様。なんでそんなに元気ないの？ロギに悪くて、昨日僕たちの態度すごくひどかったよね。そうね、私も今日一日心苦しかった。僕も。それじゃあ帰ったらみんなでロギに謝ろう。いい考えだね。早く帰ろう。ロギは帰ってきたかな。わお、すごいな。これはまさに芸術作品じゃないか。あれ誰かな。みんな帰ってきてたの？ところで誰といるの？挨拶して。友達になったウィンディだよ。世界中を旅するキャンピングカーなんだ。よろしく。よろしく。君たちがロギが話してた友達か？それにしても期待してたより普通だな。冗談だよ冗談。ウィンディは今日僕たちの車庫に泊まっていくよ。もう花から許可ももらったし。ブラボー。これもすっごく綺麗だな。でしょでしょ。なんかこの二人似てない？なんか嫌な感じ。ロギ、感覚力が本当に優れてるな。俺感動したよ。さすがウィンディ、分かってるな。俺を感動させてくれたお返ししないとな。さあ、驚くなよ。Oh!
るでロギの車庫みたい。こんなかっこいいのどこで集めたの？これは南の国を旅した時に集めたもの。こっちは西の国で、あ、この前は常夏の島にも行ってきたな。あー、すっごくかっこいい、ウィンディ。さすがロギ、わかってるな。それじゃあウィンディ、今度は僕が車庫の案内をするよ。本当か？それはいい。出発！ちびっこバス、タヨ。ロギが連れてきた友達なんだけど、ちょっと個性的よね。そうだね、面白そうな友達だった。それはともかく、ロギとウィンディずっと一緒にいるから早まることもできなかった。あ、これ何の音？一度行ってみよう。ウィンディ、このかっこいい音楽何？南の島にある民族音楽だ、うん、俺が録音してきたのさ。この音楽を聴いてると思わず踊り出したくなる。ふらふら、あー、かっこいい。ロギ、一緒に踊ろう。うらうら、うらうら。おお、なかなかやるな。そうかな。ふらうら、ふらふら、ふらふら、ふらふら。あれ何？うん、やだ。うーちゃん、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 ブラボー、素晴らしいな。気分最高。ロギ、ウィンディがそんなにいいのかな。確かに僕たちロギを責めてばっかりだったし。そうだよ、今からでも謝ろう。ロギ、昨日は怒ってごめん。僕すごくひどかったよね。あ、ロギ寝たの？あ、あれ、ロギどこ行ったんだろう。はあ、今日は本当に楽しかった。うん、やっぱり僕たち何か通じるものがあるよね。ウィンディ、でもなんで車庫で寝ないで、あ、外で寝るの？こうやって星明かりを心の友として寝るのが一番幸せだ。夜空を見ながら眠る、まさに究極の自由だ。わあ、意味はよくわからないけど、すっごくかっこいい。こんな夜中にどこに行ったんだろう。お、あれ、ロギとウィンディだ。僕もウィンディみたいに自由に世界中を旅したいな。そうか、じゃあ行ってみれば。ダメだよ、僕はバスだし。それがどうしたんだ。どうだ、俺と一緒に旅に出ないか。なんだって？それは…なんでか俺たち通じるものがあるみたいだし。そうだけど…とにかく俺は明日朝早く立つ。一度よく考えてみて。うん、わかった。それじゃあ僕寝るね。おう、おやすみ。本当にウィンディと一緒に行ったらどうしよう。あ、みんな起きて。え、ロギがいない。荷物もなくなってる。みんな早く起きてよ、寝てる場合じゃないんだよ。ロギがいなくて車庫も片付けてどこかに行っちゃったみたい。先に起きて洗いに行ったんじゃない？そうじゃなくて、ロギがウィンディと一緒に旅に行ったみたいなんだ。どうしてロギが？昨日二人が話してるの偶然聞いて、早く探しに行こう。ロギロギロギ。ちびっこバスたちはいなくなったロギを探してあちこち走り回りました。ロギ、本当にウィンディについて行ったのかも。ロギが行ってしまうなんて。全部僕のせいだ。僕があんなに怒らなければ。僕も、僕たちロギのこと分かろうとしなかった。ごめんね、ロギ。僕がどうしたって？
みんなどこ行ってたの？一人は退屈だし参ったよ。ロギー、ウィンディについて行ったんじゃ。朝早くに行くって言うから見送ってきたけど、なんで？じゃあどうしてシャクを片付けたの？みんなが汚いから片付けてって言ったじゃないか。一晩中すごく大変だったんだから。そうだったの？私何が言ってしまったと思うの？みんなどうしたの？ロギー、遅くなったけど、あの時は本当にごめん。私も本当にごめんね。ごめんロギー。なに今になって。それとロギー、僕たちと一緒にいてくれて本当にありがとう。ロギーがいてくれて本当によかった。僕もみんなやっぱりみんなこのロギ様がいないとダメなんだな。ロギが離れず良かったですね。これからみんなはもっと仲良く過ごせますよね。名探偵ロギ、ラニーが運行を終えて車庫に戻ってきました。疲れた、早く洗って休まなきゃ。まで綺麗に洗おうっと。ああ大変、ラニは洗車機を壊してしまいました。にしても修理を頼まないといけないわ。だったらどれくらい時間かかるの？多分2日くらい。困ったな。一体誰が壊したんだ？太陽、太陽が最初に発見したんだって？誰がやったのか見なかったの？それが僕は見てないよ。そっか。それじゃあ誰も見てないの？太陽は気づかなかったみたい。よかった。翌朝、ちびっこバスたちが整備場前に集まっています。みんな洗うことができなくて困ったわね。大丈夫だよ。ちょっと待て、ロギー。僕の名前は名探偵ロギー。名探偵？非の打ち所のない洗車機が理由もなく壊れるはずがない。この名探偵ロギ様が必ずその理由を明らかにする。どれどれ。ラニ、昨日の夜は何してたんだ？僕はずっと花と整備所にいたんだけど。そうだよね、花。ガニが言った通りよ。わかった。それじゃあ次はラニ。昨日の夜洗車しただろう。もしかしてラニが壊したんじゃないか？違うわよ、私が洗車終わるまでは問題なかったわ。それをどうやって証明するんだ？それはなんで答えられない？待って、ラニの話本当だよ。僕がラニの次に洗車場に行ったんだけど、その時までは大丈夫だったし。太陽。それじゃあやっぱり最後にそこにいたのは太陽ってことか？それはもう運行に行く時間だ。また今度話そう。私も。何か怪しい匂いがするぞ。太陽はさっきなんであんなこと言ったのかな。もしかして全部知ってるのにわざと。何？どうしたの？洗車場のことなんだけど、もしかしてラニが壊したの？なんで太陽、私を疑ってるの？いや、そうじゃなくて。どうして私を疑うの？ごめん。ラ
兄のダイヤホイールキャップが外れてるぞ。ラニー、ホイールキャップが。もういい、本当にがっかりだわ。ホイールキャップが外れてるのを教えてあげたかっただけなのに。完全に知らないふりをしたけど大丈夫かな。よし、ついてこい。よし、これから本格的な調査を始めようじゃないか。でもロギ、どうして僕まで。僕のような名探偵は絶対有能な助手がいるのさ。でもこれは取ってもいい？ダメだ、口ひげがないと探偵に見えないじゃないか。ずいぶんめちゃくちゃだ。そうだ、この名探偵ロギ様の推理だ。ここにものすごく大きな車が入ったと考えて間違いないだろう。洗車場を壊したのはまさにビッグだ。ビッグは昨日隣町に配達に行ってて明日帰ってくるみたいだけど。そう？じゃあビッグじゃなくて、あの足跡って。今度こそ決定的な手がかりをつかんだんじゃないか。これは花の靴跡に間違いない。間違いなく犯人は花だ。ロギー、これは花が洗車機を直した時についた足跡だよ。そうなの。とにかく犯人はこの名探偵ロギ様が絶対捕まえてやる。ちびっこバスだよ。お気をつけて。お仕事終わったし、もう帰らないといけないのに、またどうやって知らないふりしよう。ねえちびっこバス。はい。大したことじゃないけど、前のタイヤホイールキャップないよ。あ、本当に？教えてくれてありがとうございます。いや、このくらい。でもどこで落としちゃったんだろう。洗車場はまだ直ってないんだ。あれって、なくなったラニのホイールキャップだ。やっぱり洗車機を壊したのラニなのかな。でもあれが見つかったらラニ困るよね。よし、僕が隠してあげよう。ラニ、洗車場使えないのにここで何してるの。帰って休んだら。そうじゃなくて、ラニ、2人とも動くな。ロギ、今日一日中調査した結果、犯人は間違いなくこの中にいる。ラギ、でももう少しで洗車機があるのに、犯人を捕まえてどうするつもり。ラニー、今犯人をかばおうとしてるのか。そんな、そうじゃなくて。タヨ、どう考えても一番最後に洗車場にいたタヨが一番怪しいぞ。今からでも正直に白状したらどうなんだ。なんだって。みんな、君たちここで何してるんだ。今から車庫に帰るところなんだけど。それなら早く帰ろうか。見てろ、タヨ。タヨ、ラニ、こんな夜遅くにどうしたの。ラニ、これを取りに来たんだよね。これラニのホイールキャップだよね。見つかったらラニが困ると思って、こっそり僕が取りに来たんだ。タヨ、全部知ってたってこと？見つかる前に早く持っていこう。犯人に次ぐ、周りを完全に取り囲んだ。おとなしく降参して、今すぐ出てこい。ドギじゃない、どうしよう。ラニ、
出てくるよ。太陽？やっぱり僕の推理通りだ。いつも犯人はまた犯行現場に現れるのさ。太陽、本当に君がしたのか？太陽、それじゃあ今まで嘘をついてたってことなの？ごめんなさい。太陽は何もしてないのに、私のせいで。洗車機を壊したことは仕方なかったとしても、嘘をつくのは本当に良くないことだわ。本当にごめんなさい。太陽は何も悪いことしてないわ。ラニ、全部私のせいなの。ラニ、それどういうことだ？実は、そうだったの。ラニ、私たちは洗車機が壊れたことを叱ろうとしたんじゃない。それよりも失敗を隠して嘘をついたってことの方がもっと悪いことなんだ。それはタヨだって同じことよ。ごめんなさい。でも君たちがお互いを思い合ってのことだから、それは嬉しいよ。二人とも今回だけは特別に許してあげるから、もう嘘をつかないことを。 ありがとう。ごめんなさい、もうこんなことしないわ。僕もごめんね。言ったよ、私のせいで。それから ありがとう。僕は何も。それはそうと、僕が犯人だって、名探偵様。僕の推理が外れるだってありえない。これが名探偵だって、僕助手やめるよ。ラニは自分をかばってくれたタヨに心から感謝しました。そして二度と嘘をつかないと心に誓いました。僕が助けてあげる、ビッグ。今日もトミーが楽しく配達をしていますね。歌って学ぶ交通ルールよ。車線変更するときはウィンカー、静止に止まろう赤信号を、正確に守ろう事故を防ぐために。ああ、コンテナトラックのビッグですね。ああ、ビッグ、停止線を越えてるよ。え、本当？停止線を越えたら道を渡る人たちが危ないじゃないか。あははは、ごめん、僕も知らないうちに。教えてくれてありがとう。次からは気をつけてよ。わかった、気をつけるよ。あ、だよ。トニー、気分良さそうだけど、何か面白いことでもあった？今日僕たちちびっこバスがみんな早く仕事が終わるんだ。だから後で車庫で遊ぶことにしたんだよ。そうなんだ。トニーも遊びに来ない？一緒に遊んだらきっと楽しいよ。僕も、今日は配達が多くて。残念。でも急げば行けるかもしれない。本当？うわー、やったー。じゃあ後で車庫で会おう。今日はちょっと急がなきゃな。パパパパ、バスのおもちゃはいつ来るの？早く遊びたいよ。すぐに来るさ。ほら、あれ来たぞ。お届け物です。わあ、やったところでどうしてここに？うちの子、少しでも早く受け取りたいってダダをこねてね。それじゃあ早く渡してあげないと。バスのおもちゃどれだっけ？あ、荷物はあんなにたくさん積んで走ったら危ないよ。早く行って教えてあげなきゃ。トニー、うちの荷物は一体どれなんだ？あ、しまった。あ、確かこれだったはず。そうか。それじゃあ僕行きます。うらちゃん、ちょっと待って。慌ただしいな。パパ、早く開けてみて。そうだな。何これ、バスじゃない。仕事も全部終わったし、早く帰ろう。どうしたの？
ちょっと前にトギーが配達に来てくれたんだが、受け取った荷物が間違ってたんだ。子供へのプレゼントなのに困ったよ。え？トギーが？トギーからまた荷物を受け取らないといけないんだが、もう行ってしまって。それじゃ僕がトギーを探して伝えてみるよ。え？そうしてもらえる？ちょうど仕事も全部終わったし問題ないよ。それじゃあお願いしよう。本当にありがとう。ありがとうビッグ。ああ全部終わった。早く終わってよかった。今からバスの車庫に行こう。トギー、トギー、ビッグ、ここにいたのか。すごく探したよ。探してたの僕を。なんで？トギー、配達する荷物を間違えただろう。なんだって？そんなはずが。よく考えてみてよ。男の子のバスのおもちゃなんだけど。バスのおもちゃ？もしかしたら。そうか。あの時だ。まだ待っているから急いで行ってあげるといいよ。また行ったらタヨとの約束に遅れてしまう。それどういうこと？実は今バスの車庫に遊びに行くところだったんだ。でも仕方ないよ、僕のミスだし。だったら僕が代わりに配達しようか。本当？トギーはバスの車庫に行って友達と遊ぶといいよ。それでも大丈夫？大丈夫だから僕に任せて。それじゃあ頼むよ。問題ないさ。ちびっこバスだよ。バスのおもちゃだ。おもちゃを届けてくれてありがとうビッグ。いや大したことじゃないよ。それじゃ僕行くよ。おや、またね。またね、ビッグ。ありがとう。男の子が喜んでくれてよかった。車たちでいっぱいだ。道が混みそうだな。その頃、車庫ではトニーとちびっこバスたちが楽しく遊んでいました。よっしゃ、こうして、やっと。すごい100点初めて見た。このくらい朝飯前さ。トニーすごく上手だね。本当本当。交通ルールを守ればそんなに難しくないよ。それにしてもラニ遅いね。すぐに来るよ。それじゃあ今からかくれんぼしよう。いいね。本当に車たちでいっぱいだ。大通りに行かないといけないのに右折できるかな。よし。ぶつかるところだったわよ。すまない。どうしよう、渋滞で動くことができない。なんで進まないんだ。前に何かあるのか。早く進んでよ。何してるの。困ったぞ。みんなは車庫で遊んでるはずだわ。あれってビッグじゃない。ビッグ。ラニー、どうしてこんなことになっているの。大通りに出たいんだけど道が狭い上に僕も大きくて出ることができないんだ。どうしたらいいの。進まないで何してるんだ。はい、今行くわ。ごめんねビッグ、私先に行かなきゃ。見つけた。うわ、びっくりした。全員見つけたぞ。見つからないと思ったのに。太陽も結局見つかったのか。あそこラニだ。ただいま帰ってきたよラニ。お疲れ。仕事終わらせて遊びに来たんだよ。でもなんでこんなに遅かったの。帰り道すごく渋滞してて。それよりビッグが心配よ。車がたくさんいるせいで狭い路地で身動きが取れなくなっていたわ。ビッグだって。私も助けてあげたかったけどどうすることもできなくて。まさか僕のせい。
それどういうこと？僕がミスしたせいでビッグが代わりに配達に行ったんだ。ビッグのところに行かなきゃ。あ、トニー、一緒に行こう。早く行ってくれよ。邪魔だな。うわぁ、本当すごく渋滞してる。ビッグはどこにいるんだ？あそこよ。あれじゃ抜け出すのが難しいよ。みんな、あの、すみません、あっちに大きなトラックが身動き取れずにいるんだ。ちょっと道を譲ってあげてよ。ああ、誰も聞いてくれないよ。何か注意を引きつけるものが必要だ。トニー、どうにかできないの？ああ、そうだ、君たち一緒にクラクションの音を声に出してみて。うん、みんなのクラクションの音が注目されたら僕が他の車たちに話をするよ。わかった、トニー。よーし、1、2の3。ブー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 ブみんな、助けてくれてありがとう。もう、このくらい大したことないよ。無事に出られて本当によかったわ。ビッグ、ごめん。僕の代わりに配達行って。いやいや。むしろ、トニーを助けることができて、僕は嬉しかったんだ。結局、心配かけちゃったけど。心配だなんて、ありがとう。僕たち、一緒に歌いながら行こうか。歌？僕も？よし、それじゃあ真似してみて。よ、停止線に止まろう、赤信号。あ、停止線を守ろう、赤信号。なんだよそれ。あ、間違ってた。よし、じゃあもう一回やってみよう。停止線に止まろう、赤信号。トニーとビッグのお互いに助け合う姿は本当に素敵ですね。